ダッハシュタイン3階、ダッハシュタイン3階、ドクスタインは、オーストリアのカルストの山海で、東アルプスの一部である北部石灰岩アルプスである。このエリア中の最高峰が、ホーアドクスタインであり、上記北部石灰岩アルプスの中では2番目に高い。オーストリア中央部の、オーバーエスターライヒ州と下ヤーマルク州の境界に、おけし、両州の最高地点でもある。 三階には、ザルツブルク州にかかっている部分もあることから、三州の山、ドライランダーベルグとも呼ばれる。ハルシュタット湖周辺を中心に、ザルツカンマーグート地方のハルシュタットとダッハシュタインの文化的景観として、ユネスコの世界遺産に登録されている。ダッハシュタイン三階はおよそ二十三十キロメートルの広がりを持ち、そこには二千五百メートル級の数十の山頂群を、 含んでいる。それらの山頂群の中でも、南から南西部にあたる地域は特に高い。北から眺めると、ダフハシュタイン3階は氷河に覆われ、そこから数々の頂が突き出ているように見える。逆に、南側から見ると、ほとんど垂直に谷底に落ち込んでいるように見える。ダフハシュタインは、地学的には、ダフハシュタイン石灰岩。 ドクスタインカルキと呼ばれる三畳紀に遡る岩でできている。よそのカルスト地形と同じように、ダッハシュタインも多くの洞窟を抱えており、その中にはマンモスの洞窟、マミラホルなどのように、オーストリア最大級のものも含まれている。他に観光地としても重要な洞窟には、氷の洞窟、アイスラザンホルがある。この三階は、化石の湿度などでもよく知られている。氷河は、 北部石灰岩アルプスでは珍しいものである。その中にあって、ダッハシュタイン3階にある、ハルシュタット氷河、ホールシュタターグレッチャー、第5ザウ氷河、グロサーガソガルチャー、シュラドミンク氷河、シュラットミンジャーグレッチャーなどは、最大級のもので、しかも、アルプス山脈全体の中でも最北端、最東端に位置するものである。より小さな氷河には、小5ザウ氷河、クライネゴソガルチャー、 雪穴氷河、シュニーロチガルチャーなどがある。しかし、これらの氷河は急速に誘拐しており、21世紀初頭には80年以内に完全消滅するのではないかとも予測された。ハルシュタット氷河の例で言えば、2003年だけで20メートルも後退した。山頂への到達を最初に成し遂げたのは、ピーター・ギャップメイヤーで1832年のことだった。彼は、 カール大公が、ハルシュタット氷河経由で失敗したことを踏まえて、合山氷河経由で試みて成功した。ギャプメイヤの山頂到達後2年もしないうちに、それを記念した木製の十字架が山頂に建てられた。当期の山頂到達に初めて成功したのは、フリードリヒシモニーで1847年1月14日のことだった。 南側の切り立った断崖を最初に登り切ったのは、シュタイナー兄弟、イルクシュタイナー、フランツシュタイナーで、1909年9月22日のことだった。二つの州の最高地点であることから、この三階の頂上は、冬の登山で荒れ夏で荒れ、登山の人気のある目的地になっている。天気の良い日には100人もの登山家が登場しようとすることもあるため、登山の要衝は、 人でごった返すことになる。よく知られているルートは次の通りである。これらのうちでは、ノース、イーストフェイスルートを利用する登山者が最も多く、天候の良い休日などには行列ができるほどである。イーストリッチルートは、登り始めの箇所にボルトなど掴めるものがない目か、利用するものは非常に少ない。これらのルートは、岩登りの経験のある者にとって、 簡単かつ短時間で頂上に到達できるルートである。陶器は、ボルト等が、雪や氷に埋まってしまい、つかめるものがないことがあるので、アイスピッケルが必須である。ノース、イーストフェースおよびイーストリッチは観光およびスキーの、ためのケーブルカーの山上駅から近く、しかもホロスタットグレーシャーの傾斜がなだらかであり、またこれらの地点までは、雪上車の後をたどれよいため、 雪に覆われた山であるとの認識なしにたどり着くことができる。ウエストリッチは他の2ルートのように岩登りの技術をほとんど必要としないので初心者に向いたルートである。アダムクヒュートに前日一泊してゴサウグレーシャーを横断してウエストリッチを歩いて頂上に立つのが一般的である。また下モニヒュートからスタイナー S シャートを越え、 ゴサウグレーシャーを通ってくる者も,もいる。陶器はウエストリッチを大きな雪碑が覆うことがあるので注意が必要である。ホロスタットグレーシャーは一般的になだらかな傾斜で、しかも雪上車がスキールートを作ってくれているため、このルートを通る限り一年中軽走で歩くことができる。逆にゴサウグレーシャーは傾斜が急なところが多いこと、夏季は 氷が露出しかもクレバスが多いことなどにより、アイゼンを履いての歩行が必要である。上記に述べた通り戸のルートをとっても簡単に見えるようであるが、これらのルートでは氷河横断のための基本的な装備と登山知識が必要になる。より興味深い登山ルートは南側の断崖に集中している。それらの中でも最も有名なのはスタイナーウェグである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。